じゃあすみません、ペンの方お出しください。で、今日は連携協議会の、メンバーである党首幹事長読み上げに加えて、その下で政策協議をしている、メンバーからそれぞれの党を一人ずつ出てもらいまして、政策協議の中間報告をいただきました。当初の連携協議会で、話をした6項目に加えて、憲法についての考え方を含めて7項目で、協議を進めていると。両党との間で大きなベクトルに違いはないということが、この間の協議で確認ができていると。若干、細かい表現ぶり等ですね、今後詰めなければならないところが残っているけれどもという報告をいただきました。長妻さんの方から報告があって、伊坂さんの方もそれで間違いありませんということでございました。その上で今後の段取りについてお話をいたしまして、維新の党の方からですね、いろいろと今落ち着かない状況なので、今後の政策の詰め、もろもろですね、相当からず落ち着くと思うので、落ち着いた段階で、今後さらに ここまでで残っている表現をどうしていくか等について、をはじめとして、連携協議を深めていきたいと。こういうお話でございましたので、岡田代表の方からも、それではそういうことでと、そして、再開すれば、政策についてはそんなに時間かからずに、各党に持ち帰る、原案は作れるだろうな、ということで、一致をいたしました。私から以上です。政策の方はですね、そうすると内容的には、細かい文言の調整が必要かと思われるんですが、内容的には大筋合意しているというか、いう段階なんでしょうか。今日長妻さんからの表現は、大きなベクトルでは一致しているという言い方です。大筋合意ってあんまりイメージ良くないですからね。選挙の方の今後の段取り含めて、お話というのはあったんでしょうか。これも少し落ち着いたところでという話の中に含まれているんだと思いますが、その上で、今井幹事長が選対委員長を兼務する今状態になっているということなので、もしその間に何か相談しなきゃならないことがあれば、事実上幹事長間で話をしましょうと、そのことは確認しておきました。各社さんお願いします。すみません、朝日新聞の高橋です。維新側から相当からずというお答えがあったということなんですが、次回はいつ頃というふうに目処としてお考えなんでしょうか。それはむしろ維新の党さんが早く他党の中のことについては我々、関与いたしませんし、ただそちらの状況待ちということです。幹事長、日本テレビの古谷です。以前ですね、22日の協議会では、7、85名ぐらいまでいけるんじゃないかという話があったと思うんですけど、今日の幹事長の感触ではそういった段階にはいけるということで、ベクトルでは一致しているということはそういうことだと私は思ってますから、順調だという認識では長妻さんも伊坂さんも共有してたと、で協議会の側の4名も共有したという理解をしています。共同通信日賀です。すみません、その6項目プラスその憲法なんですけれども、ご説明いただける範囲でどのようなと。いや、今のような報告しかありません。細かい具体的な中身についての説明はありません。ちょっと先ほどの質問とかぶりますが、落ち着かない状況で遠からず落ち着くというのは、維新側は何を念頭に置いているというふうに。それは維新の側に聞いてください。24日に党大会、臨時党大会なるものが予定されているんですけど、そんなことについてあそこでこちらから聞くと思います。すみません、朝日新聞、改めてになるんですが、同じ連携という枠組みでいうと、共産党さんからはですね、連合政府ということで申し出がありますが、改めて幹事長のお考えをお聞かせいただければと思います。それぞれの党がですね、特に安保法制の憲法違反は放置できないという観点で、いろんな思いを持たれていると。いうことについては、野党第一党としてですね、しっかりとまずは受け止めなければならないと
思っております。まあ、そうしたことの中でこれまでの経緯その他含めてですね、まず維新の党と野党第1党と第2党でありますので、それから今までの経緯もありますので、しっかりとまずは連携をより強いものにしていく、そうしたことの中で、私どももこれは岡田体制だからではないし、共産党のああしたご発言があったからではなく、私も昨年から一人区においてですね、野党が乱立して、自民党の漁夫の利害させるということは避けるべきだというのは野党であれば共有するはずだと思う、ずっと私1年近く言い続けていますけれども、そういうことです。すみません、日経新聞広報です。当初ですね、10月中に、まとめて11月に党内に諮ってというようなスケジュール感を示されたと思うんですけど、そのスケジュール感は変わりないんでしょうか。若干の影響は出るんだというふうに思いますが、これは他党 の, いろんなご事情ですしね、そういう約束なんだから早くしろよという話でもないというふうに思いますので、ただそんなにね、なんて言うでしょう、時間がかかるとは思っていませんけど、参院選の日程が決まっているわけで、デッドラインっていうのを幹事長お持ちでしょうか。多分皆さんの意識しているデッドラインと私の考えているデッドラインは意味が違うので、参議院選挙に向けたデッドラインなら告示までにいろんなものがあらゆる意味で整理がつけばいいんであってね、デッドラインとどうしても言われればそういうことですよね。だけどいろんなこと早ければ早いほどいいということですよね。すみません、産経新聞の松本です。選挙に関する質問なんですが、先ほど聞かれました維新の混乱が落ち着いて細かい、私はごめん、混乱ってことは使ってないと思うな、落ち着かない状況というのが収束して、なんか残っている表現などを詰めた後に選挙に関する協議がスタートということでしょうか、それとも今日をもってということですか。いや、多分次回のこの協議会を開く状況の時に、はい、選挙のことは何て言うでしょう、機密性要する問題でもある一方で一対一でやるのもなんですから、ちゃんとした場枠組みというのは、次回協議会を開ける時にはですね、話をしなきゃいけないかなと思ってますから、今日ただその間も選挙のことについてはですね、うちの党も例えば各地方でですね、候補者擁立進めてますので、今こういう維新の党との関係にある以上は、例えばここ固めるんだけどとかあればですね、当然事前にご相談しなきゃいけないし、あちらにもしあればそういうことだと思いますから、そういう意味で幹事長からね、ちゃんとそこから連絡しましょうねということを確認したということです。すみません、毎日新聞の会見です。7、8号用までは来ていて、今日中間報告ということなんですけど、それでも具体的な中身についてはまだ何でしょうね、概要も表にはまだ出せないような状況だということです。出さない方がいいと思うから、だってだっていうか皆さんが面白おかしく書くの分かってますから。よろしいですか。すみません、細かいことで恐縮ですが、維新の党から落ち着かない状況で、落ち着かない状況っていう表現だったから、落ち着いたらっていうのが間違いない、これは間違いなく音で出てる言葉です、落ち着いたらという言い方は。あちら側から声をかけるという、そういうことになると思いますけど、これは発言者は代表ですか、松野代表。確認、どういう表現ぶりだったから、落ち着いたらという今落ち着いてないということの表現を直接されたかどうかちょっと自信ないので、むしろ松野さんに自分がパッと反応する松野さんがおっしゃる、落ち着いたらとか落ち着いた時点でとかそういうことをおっしゃった松野さん、あっちが落ち着かないとは言わなかったよね、はい、そういう言い方ですね。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。